ASMR の、ジャンルを少し絞っているのかっていうところを話していきたいと思います。今までは、結構いろんなジャンルの ASMR の中でもいろんなジャンルの動画を今まで出してきました。なんですが、最近は YouTube 全体として最近は動画の再生数が良くないっていうのを聞いたことありますか？いろんな YouTuber の方が多分話しているので、もしかしたら知っている方はいるかもしれないんですが、最近はやっぱ動画の再生数があんまり良くないですね。で、実際僕も、再生数があまり良くなくて、これはちょっとまずいなということで、もう少し専門的な ASMR の中でも、まあ、この人はこれをよくやってるなっていうのが僕にはないなって思ったので、まあ、もう少しASMR の中でも何をしているかっていうのが、新規の方だったり
化する方も多かったりするので、まあ、それがあって質問をいただきました。そうですね、僕は今年はコミケには参加しません。もし参加する人いたらすごい会いたかったですが、はい、申し訳ないですが参加はしません。友達のレイヤーの子にコミケ誘ったんですけど、実家に帰るって言われてしまって、はい、ちょっと行く人がいなかったので諦めました。これは多分レイヤー、コスプレイヤーあるあるなんですか。イベントは多分行きたくてもなかなか一緒に行ってくれる友達やレイヤーの方が捕まらないっていう事情が発生します。皆さんの動画
私に入ってから結構パソコン PC が使用してる PC が変わったりとか、動画の編集ソフトが変わったりとか、いろいろと変化がありました。サムネのタブ作り方が変わったりとか、まあ、背景が変わったりとかいろいろしてるので、分かりづらいかもしれないんですが、実際は動画編集のソフトがいろいろ変わってます。で、今は現在は、まあ、MacBook を使っていて、まあ、Final Cut Pro で、編集しているので、まあ、多分今後はもう変わることはないかなって今のところは思っています。僕はもともと Windows のパソコンを使っていたので、まあ、操作感が結構違うですね。今でこそ、まあ、両方使いますけど、最初は割と、なんだろう、アプリ立ち上げたりするのもよくわからないなみたいな感じだったので、まあ、いろいろと苦戦はした1年だったかなと思います。今はもう編集とかも慣れてきたので、多分 Windows 使っていた時とかよりも動画編集にかかる時間は結構短縮できてるなって自分では思っています。なので、まあ、そうですね、まあ、買ってよかったなっていうのはシンプルに思います。最初の方は多分あんまり物がなかったような気がします。ですが結構今は多いですね。もともと当初の予定なんですけど、これ多分動画で話したことがないんですけど、本当はここ紫、ここは青、ここはなんだろうな、例えばオレンジとか、ここは緑とかにしたかったんですよ、実は。なので最初は多分このワンボックスに対してのなんかコンセプトみたいなのがあったんですね、自分の中で。緑ゾーン作りたかったので緑っぽい、まあ、ポケモン置いたりとかにしたかったんですけど、なんか意外となんか映えないなとか、結構おしゃれに見えなかったりとかするし、あとなんか色が少し、そのなんて言うんだろうな、緑だとちょっと色味が弱くて綺麗に見えなくて、実際白に見えちゃったりとかしたりする時もあったりとかして、まあいろいろ難しくて、最終的に今のようなカラーリングになっていますね。まあ、個人的にはなんだろうな、全く完成はしてなくて、そうですね、完成度で言うと、40% ぐらいですかね。まだ自分の納得いくものができてないので、まああとはなんかなんだろうな、ライトがまだ足りないんですよね。結構僕の部屋はもうライトの数がすごい多くて、多分こういう月のライトとか雲のライトとかいろいろ、あと見えないところにもライトがたくさんあるので、多分10個以上はライトがあるんですけど、
別なことは多分何もしないかなっていう感じですね。なので、僕は別に過ごしたい人もいないですし過ごしたい特別な人もいないですし、特にはしない、何もしないかなっていう感じですね。言葉にすると寂しく なるので、あまり聞かないでください。なので逆に配信とかしたいなって思いますね。クリスマスとかわかんないですけど、まだちょっとまだ日程はまだ決めてないですけど、まあ24か25かなとかに、なんかまあクリスマスのライブ配信とかしたいなとは思ってます。なので一人身で寂しいよって